武田スポーツとは、ゼビオホールディングスの完全子会社、ビクトリアの社内カンパニーである、ネクサスカンパニーにより、北東北3県を中心に展開している、大手スポーツ用品専門店。岩手県を拠点に、スポーツ用品のリージョナルチェーンとして、多店舗展開し、大型店舗を開店する際は、テレビコマーシャルや折り込みチラシでは、最大級と歌った。ピーク時の年商は、 約168億円に達していたが、1990年代後半以降は、全国資本の競合店の証券進出をはじめ、景気悪化や環境の変化もあり、業績が低迷。その際には、自主再建を検討したものの、再建には多額の資金が必要と判断されたことから、事業再建計画を策定し、 整理回収機構の枠組みを活用することによって、再生支援に8つの金融機関の同意を取り付け、メインバンクである道の区銀行が2007年に設置した、ふるさと再生ファンドに、合計97億円の再建を売却。同ファンドは再建を回収するとともに、武田スポーツへの出資や経営指導などの支援を行った。これにより経営再建を図り、 店舗網の整理や広告費の抑制などに取り組む一方、店舗改装やポイントカード刷新などの積極策も実施したが、売上減少に歯止めがかからず、2013年9月30日に東京地裁に民事再生法の適用を申請、同日付で受理された。負債総額は約54億円。今後は福島県郡山市に本社を置くスポーツ用品。 医療品販売大手、ゼビオの支援で再建を目指すとしている。同年12月20日、ゼビオが武田スポーツの全事業を引き継ぐため設立した完全子会社であるネクサスが同社の事業を取得したと発表した。今後も称号は変更せず、当面はゼビオとの店舗再編や商品集約は行わない方針としている。その後、ゼビオの完全子会社である 株式会社ビクトリアが、ネクサスの全株式を取得したため、ゼビオの孫会社とされた。経営統合後の2014年からは、北東北及び山形県、宮城県の比較的小規模な、旧、ゼビオスポーツ店舗が、称号と同じ、ネクサスバイテイクダスポーツに転換して、順次再オープンしている。逆に、シワ町にあった、旧武田スポーツの大規模店、 森岡南店はゼビオに譲とされ、スーパースポーツゼビオに転換している。2017年5月1日、企業としてのネクサスはゼビオホールディングスに九州合併されて解散。同時に店舗運営事業については、株式会社ビクトリアに九州分割で承継させ、同社の社内カンパニーであるネクサスカンパニーが武田スポーツとネクサスの両ブランド店舗を運営している。 旧本社、ニコテンタ田スポーツの CM 出演者は、イメージキャラクターも務めていた。CM では一部を除いて、武田スポーツ、というサウンドロゴが使用されている。現在は、イメージキャラクターの出演は行っていない。他、武田スポーツが、民事再生法の適用を申請。日刊スポーツ、httpww. 日刊スポーツ .com ジェネラル、ニュース、FGNTP2 から2013万930から119万 7653HTML2013 年9月30日、閲覧。倒産速報武田スポーツ。東京商工リサーチ。オリジナルの2013年9月30日時点におけるアーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i s 2 0 1 3 0 9 3 0 1 3 1 6 5 0 h t t p w w w t s r n e t c o j p n e w s f l a s h 1 2 4 1 5 0 1 5 8 1 8 h t m l と株式会社武田スポーツの事業譲り受けに関するお知らせ ゼビオ株式会社。http コロンスラッシュスラッシュ v4.eir-parts.net スラッシュ v4contens スラッシュピュー .aspx c ャ t トイコールトドネット指導イコール11137072014年4月23日閲覧。連結し会社の吸収合併に関するお知らせ。ゼビオ株式会社。 http://v4.eir-parts.net スラッシュ v4contents スラッシュ view.aspx キャットイコールトドネットシドイコール145万23552018年1月3日閲覧ありがとうございます